はい、こんにちは、まやぽんです。今回は夢つきオンラインの遊び方について説明したいと思います。夢日記派生ゲームである夢つきなんですけども、 PC に慣れてない方がやろうとするとちょっとハードルが高くてですね、いろいろソフトのインストールですとかデータのダウンロードしたりっていうことが結構あるんですけども、夢つきオンラインではその辺が一切必要なく、ブラウザーで簡単に誰でも始めることができます。そして内容についてはまあほぼほぼ本体の夢つきと同じということで、そちらを紹介します。まあ、まずお使いのブラウザに夢つきオンラインと入力して検索してください。そうすると多分夢日記っぽいゲームを作るスレというのが上の方に来ると思いますので、こちらをクリックします。作るスレまとめウィキの、夢つきオンラインの項目に来ることができますので、こちら下にバーっと行って、ここですね、ここからゲームにアクセスすることができます。まあ、ちなみにここに遊び方ですとかは基本的に書いてありますので、まあ、ここを見てもらうと間違いないですね。で、ここをクリックすると、まあ、クッションページに来ますので、ここも問題ないです。クリックしましょう。すると、夢つきがブラウザで開くんですね。なんと、これだけで基本的に遊ぶことができます。さて、じゃあちょっと簡単に説明いたしましょうか。いろんなメニューがありますけども、まあ、ゲーム遊ぶだけだったらそんなに気にしなくていいです。ちなみに初期状態だと初めてしか選べません。まあ本当に始める方はね、ここからやればいいだけですね。ちょっと待ってもらって、この右下のバーが消えたら何かキーを押してください。このキーボード操作を有効するためには多分一回この画面内でクリックした方がいいと思います。で、キーを押すと、はい、入りました。操作方法は、まあ、いくつかありますけども、キーボード、僕の場合ですと Z で決定、X でメニュー。で、あとは、矢印キーでいろいろと選択していきます。で、するともういきなり入れるんですね。しょっぱな、いきなり人がいますね。これでもう遊ぶことができるんですよ。入ってみましょうか。ほら、いきなりできるんですね。ゲームはですね、ゲームのバージョン、それからパッチが出たものが随時アップロードされているようで、基本的には何もこちらはせずに最新バージョンが遊べるようになってるみたいです。まあ、若干アップデートから時間差はあるかもしれませんけどね。ちょっとメニューの紹介しましょうか。まあ、こうやってポインター当てますと、いろいろとメニューの説明出てくるので、先ほどのウィキと合わせて見てもらえれば、まあ、大体わかるんじゃないかなと思いますが、主要なところだけ。まず、オンラインならではの特徴としてチャット機能がありますね。これは特有の機能で、この右側にあるんですけども。オンラインなので参加している人とチャットをすることもできます。しなくてもいいです。ここ今タブ出てますけども、これは今多分ログインしてる。お腹出てきたな。ここは今ログインしてる全体とチャットができる。マップっていうのが今自分のいるこのマップ内にいる人とチャットができる。グローバルっていうのも、まあ、今接続してる人と全員とチャットできるみたいですね。ちょっとこの全と何が違うのかよくわかんないですけど。それからパーティーという機能があります。これは一人がホストになって、まあ、パーティーを組んでそこに任意に参加すると。で、パーティーを作るということができます。パーティーに参加してるとですね、チャットのところにここにパーティーというのが出てきまして、まあ、そのパーティー内だけで会話ができるという機能もありますね。このログインするを選択すると、ユーザー名を、保存することができます。まあ、定期的にやりたい方はね、ここで名前を決めてログインするといいと思います。あとはですね、まあ手軽に夢つきはやりたいんだけど、オンライン要素は別に必要ない。他の人見えない方がいいっていう方もいると思いますけども、その時はですね、ここですね。これを、オフにしますと他の人が消えます。シングルプレイ状態になりますので、まあほぼ、まあ普通に一人プレイするのと変わらない状態になります。それから大きいのがですね、セーブデータの取り扱いができるんですよ。もし本家の夢つきのセーブデータをお持ちの方はですね、ここからセーブデータをアップロードすることができます。上書き防止のためにね、一度本体のセーブデータは他のところにコピーしといた方がいいと思うんですけども、例えばじゃあ今僕のセーブデータをアップしますと、一旦スタートからになりましたけども、ほら、途中の状態から始められる。はい、このように、メニュー開いてみますと、ほら、エフェクトをちゃんと持ってる。本家のデータが引き継がれました。アップロードができるということはダウンロードもできる。一旦ここでセーブしてみましょう。じゃあスロット2にセーブします。で、
メニューのダウンロードを押しますと、今セーブデータ2ですね。これでセーブデータを保存することができます。ここ上書き気をつけてくださいね。ちなみにスマホでもちょっとやってみましょうか。同じようにこちら、PC と同じようにアクセスします。するとこんな形で若干インターフェースは変わりますけども、スマホでもプレイすることができます。ちょっとね、操作性とかで難しい部分はあるかもしれませんが、一応できなくはないですよと。今ちなみに iPhone の Chrome と Safari で試した結果、 Safari の方がもしかしたら少しだけ画面表示とか使いやすいかもしれない。その辺はちょっと皆さん試してみてください。画面の下にね、十字キーとボタンが現れますので、ここで操作することになります。スマホしかないよという方はこちらでも遊ぶことができます。さらにちなみに、このプロジェクトなんですけども、夢日記オンラインプロジェクトというんですけども、YNO プロジェクト、ここを押しますとね、ほら見て、真ん中に夢ツッキーがありますけども、他の派生プラス本家まであるんですよね。ちょっとこれ自分はやったことないんですけど、他のはなんと他のゲームまでできちゃうという、すごいですね。インターフェースとかセーブダウンロードの仕様とかは一緒みたいですね。なのでこれでスマホ1本で一通りやることができるんじゃないかと思います。ドットお風呂とかもあんだね。おお。ということで、簡単ですが以上が夢ツッキーオンラインの遊び方になります。すごい簡単にできますんでね、今までミル戦でやったことないという人もこれでちょっと手出してみるといいと思いますよ。とても簡単なんでね。あとちょっとした小ネタなんですけども、今ゲームからね音が出てると思うんですけども、今オンラインを開いてるこのタブ、右クリックするとですね、ここでねサイトをミュートという機能があるんですね。これをすると音が消えます。なのでこれを使うと自分もゲームに参加しつつ他の人の配信を音を聞くとか、そんなこともできるようになるんですよ。これちょっといい技なんで、ぜひ試してみてください。自分はですね、一応マヤポンの名前からマヤポ MYP という名前でこのゲームに参加してます。もし、めったに上がんないかもしれないですけど、見かけたら絡んでねと。ユーザー名はね、頭文字3文字だけが表示される仕様ですので、ちょっと名前つけるとき気をつけた方がいいかもしれませんね。その他詳しい仕様なんかはウィキの方にいろいろ書いてありますので、そちらをご覧ください。ということで、それでは良い夢ツッキーライフを。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。